チャーリー・ヘイガーは、アメリカ・ミシガン州、リボーニア出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。ナックルボール主体に投球を組み立てるナックルボーラー。兄のグレッグも、デトロイト・タイガース参加のマイナーに所属していた、野球選手。高校3年生時には、7勝2敗、防御率1.88、脱三振101、打率36、369。 打点34を記録。2001年の MLB ドラフトで、シカゴホワイトソックスからドラフト25巡目指名され、入団。2002年末に一時二2位退し、2004年に復帰。2006年5月10日に、メジャー初登板。2008年9月10日に、ベーバー工事を経て、サンディエゴパドレスに移籍した。オフには、 翌年の契約を提示されずノンテンダー FA となった。2009年1月にロサンゼルスドジャースとマイナー契約。8月11日にメジャーに昇格した。2010年6月25日に40人枠から外れる。2011年はシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加。 参加のトリプル A 級タコまで開幕を迎えたが、9試合の先発で2勝2敗、防御率7.74、ホイップ1.99の成績を喫して7月16日に解雇。2011年7月23日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。参加 AA ポートランドシードックスで8試合に登板した。2012年は手術を受けシーズンを全休した。 2013年に復帰した。この年は25試合に先発した。その後現役を引退し、2016年から2018年までタンパベイレーズ参加のマイナーチームで投手コーチを務めた。2019年11月にシカゴカブス参加の AA 級テネシースモーキーズの投手コーチに就任したが、2020年10月3日に、 グランドキャニオンにて死亡している状態で発見された。拳銃による自殺とみられる。前日に元恋人のダニエルロング殺害の第一容疑者とされていた。ありがとうございます。